はい、大丈夫でしょうか。はい、じゃあ第3部始めさせていただきます。これは西山さんから実はご紹介していただいて、永井先生、弁護士の永井先生にお話しさせていただいたんですけれども、今日はもう盛りだくさんお話を聞かせていただきたいので、まずは永井先生の自己紹介をと思いまして、ちょっと一番最初に本題をですね、しっかりお聞きするために1枚ペラッと永井先生の自己紹介のプロフィールを作らせていただきました。私からちょっと自己紹介をね。はい、永井康之先生、弁護士になられた後に、2015年から2019年5年間ですね、ブラジルのサンパウロ州の方に勤務といいますか、センターの専務理事としてご勤務されたという経験が本当に一番の何て言ったらいいんですかね、ご経験として特徴として、なんかポルトガル語がしゃべれる、弁護士ということ でブラジルの事情もよくご存知で、そしてそのシアチというブラジルの機関にいらっしゃったということなんですけど、国外就労者情報援護センターというブラジルにあるハローワークみたいなところだそうです。で、まあ、反公的というか、そうですね、日本政府がお金を出していて、まあ、ブラジル政府と日本政府が公認している組織ということになってます。はい、はい、まあ、そこに弁護士としていらっしゃって、そして去年帰ってこられたばっかり、はいはい、というところ。一昨年ですけどね。一昨年ですか。はいはい、あ、そうですね、2019年ですね。そうですね、はい、というご経験の中で、さまざまな、こちらに住まれている外国の人たちからのご相談も受けてらっしゃるというところで、今回はお話をお聞きしたいなということでお願いしました。はい、じゃあ永井先生、すいません、よろしくお願いします。まず永井先生 のブラジルでその5年間ご勤務されたご経験からですね、今日本は、まあ、移民とかですね、まあ、そういったその多文化、その外国人がどんどん増えていく、労働者が増えていく、ますますっていう状況にあるんですけれども、まずその移民という捉え方ですねについて、先生のご見解からお聞かせいただけたらいいかなというふうに思います。まあ、その移民っていうのは、まあ、皆さん思われている通りかなと思うんですけれども、やっぱり自分の出身国、まあ、生まれたり育ったりした地域から離れて、まあ、別の国だとか地域とかで暮らされている方が移民だということだと思います。うん、で、それに対して難民とかがどう違うかというと、まあ、難民の人というのは一般的な意味では何か自分の国に住めない事情があって他の国に避難してきた人というのが難民ということですし、あと、まあ、難民条約という法律的なものがありまして、それはもっと細かい限定がされてまして、5つのその理由が法律で定められているわけですね。その条約で定められているわけです。で、それは国籍だとか宗教だとか人種だとか、あるいはその特定の社会的集団に所属しているということだとか、政治的意見というこの5つの理由で、その自分の出身国にいたのでは迫害を受ける恐れがあるので、それが怖くて逃げてきた人が難民だということになっています。で、この条約の難民と普通の難民、一般的な人が想像する難民とどこが違うかというと、その条約の難民だと、例えばその戦争が起きて逃げてきた人というのは、そのなんか宗教で迫害されているとか人種差別を受けているとかということとは違うので、これはその法律上の難民には条約難民というんですけども、には当たらないわけですよね。だけど一般的な感覚で言うと、シリアで戦争があって逃げてきましたという人は、まあ、普通の人が考える考え方で言うと難民ですけれども、その法律上の難民には当たらないと。で、その例えばアメリカで仕事がしたいからアメリカに引っ越しましたという人は、法律上の難民にも当たらないし、一般的な意味の難民にも当たらないけれども、まあ、移民だということになりますね。うん、で、そういうので、まあ、問題というか、基本的な日本でどういう問題が起きているかということになると、入管の人というのはその難民のためのシステムと、その大国強制とかその
移民に対してその審理をする、オーバーステイの人に対して審理をする人たちが基本的には同じ組織の人でお互いに移動したりとかする仕組みになっていますから、あの難民の人を調べるときにもその難民かどうかを調べるのではなくて、あなたその日本にお金稼ぎたいから来たんでしょみたいな形で話をまとめてしまうっていうことがありがちで、そうするとそれはだから移民なんですよっていうんですけれども、まあ、難民かどうかを知るためにはなんか逃げてくるような事情があったのかっていうことを本当は聞かなきゃいけないんですけれども、そうじゃなくてなんで日本に来たのかっていう日本を選んだ理由を聞いちゃうと、まあ、この人お金のために来たから例えば移民ですよねみたいな話になっちゃったりするんですけれども、でも日本を選んだのは例えばお金がいいからという理由があったとしても、自分の国を離れなきゃいけない理由が、まあ、さっきの5つの理由だとかそういう理由であればその人は難民ですしというようなところが、まあ、区別の難しいところじゃないかなと。入管の中でも、まあ、そういった混乱じゃないと思いますけども、まあ、そういったそのまあ、そのヒアリングの仕方一つでいろんなことが変わってしまうっていう、その判別が難しいっていうのが現状っていうところなんですかね。そうだと思います、はい。で、あのブラジル、まあ、今愛知県でいうとブラジルの方がまあとても多いわけなんですけれども、私先生のお話聞いて、あのやっぱりその移民ということをまあ特別視しないっていうことってすごく大事だなというふうに思ったんですね。っていうのはその、まあ、ブラジルでご勤務されていた時に、まあ、あの逆にブラジルに住み着いちゃった日本人みたいなのもたくさんいるというようなことで、あの、まあ、オーバーステイの話だったりとかそういったことがとあの特段そのすごく日本ではすごくこう特別なことのようなあの風に捉えがちだと思うんですけれども、実は世界見渡すと移民とか不法滞在とかっていうのは意外と一般的といいますか、もう普通に実はどこにでもある話みたいなところがあるんだろうなと思うんですけど、その辺のまずはちょっと移民の捉え方っていうところでこうな何か先生の中でのなんかちぐはぐしてるなというか、その日本の中でのなんか捉え方ちょっとおかしいよねと思うようなところとかありますか。まあ、皆さんちょっとブラジルの歴史とかどのぐらいご存知なのかっていうのはありますけれども、ブラジルっていうのはさっきあの愛知県に住んでいる外国人の数が27万人という話が出てましたけれども、1908年から100年ぐらいの間にブラジルから日本からブラジルに対してだいたい26万人から27万人の人が移住をしたんですね。でその結果今その政府の公式な見解だと190万人の日系人がブラジルに住んでいるということになっています。でそのせいで、まあ、バックパッカーの人なんかが結構その世界中を旅行したりするとブラジルを気に入っちゃってそのまま住み着いちゃうみたいな人も結構いらっしゃいまして、まあ、例えばですけど駐在員としてやってきた場合にはちょっと最近法律変わってもう今はなくなったんですが、ブラジルに3年間とか5年間とか住んでいると永住ビザに簡単に切り替えることができたので、まあ、そのままブラジルに住み着いても全然特に法律上も問題ないわけですけれども、バックパッカーの人なんかは全然何の基盤もなく来てますから、でそのまま別に住み着こうと思えばですね、日本食レストランで日本語だけで働けるところなんかも結構あったりするもんですから、まあ、そのまま住み着けちゃうですけれども、まあ、そういう人はビザがないということになりますね。こういうビザがなくてブラジルに住んでらっしゃる方っていうのもかなりたくさんいらっしゃいます。でブラジル法律がどうなってるかといいますと、日本だとその例えばオーバーステイももう今犯罪ということになっていますし、不法入国も犯罪ということになってますし、不法就労も犯罪ということになっていて、だから、まあ、警察だとか入管だとかはそのオーバーステイの方のことを不法滞在者というわけですよね。ただその不法滞在者を英語で言うとどうなるかってアンドキュメンティッドって言うと思うんですけれども、これはドキュメントのない人という、まあ、意味で、非正規滞在者というまさにその正規な滞在 の書類がない人ということなんですけれども、ブラジルでもそれは同じで、不法入国も不法滞在もその犯罪ということにはなっていないんですよ。でだけど、まあ、罰金というかその行政罰みたいなので、まあ、ちょっとお金を政府に払わなきゃいけないと。で行政罰ってのは何かというと、例えば交通違反の反則金なんですけども、前科はつかないけれども政府に罰としてちょっとお金払わなきゃいけないですっていうようなものが、まあ、その不法滞在の方の、まあ、ブラジルでしなければいけない罰で、それはその犯罪ではないんですよね。だから、まあ、さっき西山さんおっしゃったように、それはだから不法滞在というよりはどちらかというと非正規滞在
というイメージが、まあ、ブラジルだと強いんですけれども、でそういう方々がいっぱいいてですね、まあ、長いことブラジルに住んでいて、いざ日本に帰りたいと思ったら罰金払って帰るわけですよね。で罰金払ってちゃんと帰っていれば、罰金もちゃんと払っているので、次来たければまた日本からブラジルにまた来れるわけです。で、罰金を払わずにですね帰るとですね、それも帰れることは帰れるんですけれども、今度来るときにですねビザを取ろうと思うと、あなたまだ前の罰金払ってないから前の罰金ちゃんと払ってくださいというふうに言われてですね、払えばまた来れるというような仕組みになっていまして、でかつその10年ぐらいブラジルに住んでるとですね、何月何日以前にブラジルに入国してビザのない人はみんなビザが上げますという法律がですね、10年おきぐらいにだいたい作られてまして、長期住んでる人はそれでもう永住ビザがもらえちゃうんですよね。で長いこと住んでると結局生活の基盤がだいたいできていたりだとか、仕事があったりだとか、生活の術が分かっていたりするので、まあ、そういう法律を作ってですね、そのビザを上げちゃってもですね、国としてはまあ仕事どっかでできるんだろうし、まあ、問題ないですというような感じで、まあ、運用がされているということでですね。でただもう最近ここ20年ぐらいはですね、そういう法律ができてない時期が続いていて、今最近移住してきた方っていうのはもうビザがないまま10年以上住んでらっしゃる方も日本人とかでいらっしゃってですね、まあ、そういう人でもその一時帰国したくなるとですね、なんか最近はちょっと罰金も値上がりしちゃってですね、以前は上限が多分8万円ぐらいだったと思うんですけれども、今30万円ぐらいになっちゃってですね、かなり高くて、それも払うのも大変なので、そういう人はなんか隣のですね、今度はパラグアイにブラジルから行こうとすると友情の橋というのがあってですね、そこはその友情の橋でパラグアイ側に行くのには市バスで行けるんですよね。同じ市の中を走ってるバスで、で地元の人は別にチェックとか何もないわけですよ。でブラジルでそのパラグアイの友情の橋のバスに乗るとですね、友情の橋でパラグアイ側に行けるんですけれども、それからブラジルの出国とかは何もしないわけですよね。だから罰金も何も払わないわけです。でパラグアイに着いたらパラグアイの入国管理局に行って、パラグアイに入国したんで反抗してくださいって言うとパスポートにポンって反抗してくれるんですよね。それでパラグアイの首都に今度バスでまた6時間ぐらい走って行ってですね、アソンシオンから飛行機に乗ると、まあ、日本に無事帰ってこれると。でまた日本からパラグアイに入ってですね、パラグアイ出国するときだけはちゃんとハンコをもらってですね、またブラジルに入国すると、ブラジルに入国するときにはハンコはもらわないと。そうするとまたブラジルに戻ってこれて里帰りができるというようなことで、ずっと長いことですね、たまに日本に里帰りしながら暮らしている不法滞在者もいるということでして、結構日本人のですね、非正規滞在者っていうのもブラジルに住んでるとたくさん見かけますし、他の国でも、まあ、緩やかな国ではそれなりにいるんだろうなというふうには思います。まあ、そういったことで、その感覚的にですね、まあ、日本に来たそういった南米だったりとかアジアとか、まあ、いろんな国から日本に来るわけですけども、まあ、本来といいますか、外国に住んでると、まあ、在留資格というのは本当にパスポートの次に大事、パスポートよりも大事かもしれないというぐらい、本当にかなり重要なものなはずなんですが、その辺の感覚が簡単に考えている人もおそらくたくさんいるというか、でそれは今よりも昔の方が日本でもかなりこう何ですか、その簡単に、見逃されたっていうようなこともあるんですよね。そうですね、今が厳しくなってきたという、どんどんその要するに非正規滞在に対して日本の国が厳しくなっているというのはありまして、それはまあ歴史的経緯があるわけですけれども、もともとその日本の入国管理政策というのはその戦後にGHQ の指令から始まっているわけなんですけれども、その戦争が終わった直後に日本にはその大日本帝国の領土だった、例えば韓国、まあ、朝鮮半島の人々だとか台湾の人々だとか、たくさんの方が住んでらっしゃいましたので、その人たちが、まあ、国民なのかどうなのかということがまず問題になったわけですよね。で最初 GHQ の指令でですね、その人たちは外国人とみなすというような形で、仮に外国人として扱って、まあ、そのやっていきましょうということにから、まあ、外国人の登録だとかそういう制度が全部始まっていまして、
でその非常にたくさんの外国人が日本に住んでるということになったんですけれども、そこをその外国人とされた人々は日本に住んでて日本で育って日本で生まれた人みたいな人も相当数含まれていたわけで、あのその人たちがみんな外国人と扱わなきゃいけなくなったので、非常に外国人か日本人なのかっていう境界が曖昧なところでスタートをしていて、あのそれでまあ入管法というのがどんどんできてきたんですよね。で、あの1989年ぐらいまではその例えば不法就労をした時の処罰というのは罰金20万円ぐらいで逮捕もされないですし、罰金を払えばそれでいいと。で、あのまあ、不法滞在というのは刑事罰もないですし特に犯罪ではないというようなことになっていまして、あの例えば市役所でですね、そのビザのない人が市役所に行くとですね、ちゃんと外国人登録できるわけですよね。で、あの身分証にはですね、あの自分の名前と住所が書いてあってですね、であのそこに在留資格なしって書いてあるわけですよ。で、まあ、学校も入れるし、あの健康保険も入れるし、あの普通にまあ外国人としてビザはないけれども生活もできると仕事もできるということになっていまして、あの大きな会社でもイランの方なんかが、まあ、イランは当時詐称免除でビザなしで日本に来ることができましたから、旅行者として入ってきて日本で働くと、で大きな会社でも工場でやれば雇ってもらえるというようなことで、例えば名古屋にはすごく今イランの方がいっぱい住んでますけれども、当時のそういう事情からたくさんの方が働いていたというのがありますけれども、その1989年にその状況がすごく大きく変わったということがありまして、それは何が変わったのかというと、まあ、1989年バブルですごく人手不足で日本の企業は困っていたんですけれども、あの、まあ、ブラジルの日系人なんかが日本で働くっていうケースもすごく増えてきていて、で当時ブラジルはハイパーインフレの状態で、はい、南米の日本人とか日系人とかがすごく困っていると。で一方で世界を見るとイタリアはあのイタリア人の3世までの人たちはみんなパスポートがもらえるっていう政策を取ってるんですよね。で日本でも同じようなことをやらないかということを考えついた人がいまして、で3世まではビザを日系人に出しましょうと。でその代わりあのその非正規の人がかなり日本で働いていて全然取り締まりもできない状態なので、不法就労助長罪というのを犯罪に作って、あのそういう非正規滞在の人を雇ったのを人をまあ処罰する刑事罰を作りましょうというのが1989年に行われた、まあ、入管法改正でして、この入管法改正で、まあ、その働いている人は不法な人と適法に働いている人とということに区別されるようになったんですよね。でさらにその10年後の1999年にはオーバーステイの人を今度は犯罪にしましょうということになってですね、これはなんでそういうことになったかというと、不法入国、この要するにビザ嘘のパスポートとかで入ってきた人は犯罪だったんですけれども、何年か経つと時効になっちゃうわけですよね。あ、偽造パスポートってやつですか。偽造パスポートで入国してきた人はそれ以前から犯罪だったんですけれども、その日本に入国して5年とか経つと時効になっちゃうわけです、その犯罪は。あ、そうなんですね。あの要するに何の犯罪でもそうですけれども、犯罪を犯して何年も経つともう証拠もなくなっちゃうので、時効になってもう処罰できなくなるわけですよね。そうするとその偽造パスポートで日本に入ってきて10年経ってる人は処罰されないのに、あの3年の人は処罰されるじゃないかと、これはもう20年の人の方がもっと悪いんじゃないのみたいな話とか例えばあったりとかして、あのオーバーステイを犯罪にしちゃったわけですよね。でその時から、まあ、非正規滞在ではなくてまさにオーバーステイの人たちは全員犯罪者ということになってしまって、あの不法滞在という話になっちゃったわけですよね。でまだただ1999年の段階では犯罪にはなったんですけれども、全員が捕まるわけではなくて、あの同じく市役所に行けば登録してもらいましたし、健康保険にも入れますし、あの身分証明書には在留資格なしって書いてあってみんな平和に暮らしてたわけですけれども、あの2012年にですね、まだ入管法が改正されまして、今度はその外国人登録制度というのをなくして在留カードっていうシステムを導入することになってんです。でこの在留カードっていうシステムでは外国人も住民登録しますよということになってですね、うん、この住民登録はビザがある人しか登録できませんと、うん、そういうふうになっちゃったわけですよね。 それで、まあ、現状の状態になっちゃったわけですけれども、その現状の状態では非正規の滞在者の方々はあの健康保険にも入れないですし、あの当然仕事もしちゃダメですし、さっきあのビデオにも出てきましたけれども、学校行くときにもあの
ひょっとするとその本当は子どもは保護しなければいけないので、法律では学校に入っちゃダメでも学校としては受け入れられなきゃいけないんですけども、法律上その住民じゃないことになってますから、あの区役所や市役所からですね、一旦そのあなた中学に入れませんよとか言って言われちゃうようなことが起きたりだとか、そういうことがまあ2012年からはあの起きるようになったわけですよね。でそれがまあ住民登録できないということ の、 あの一番大きな問題だということなんですけど、なので、まあ、その2012年というと結構最近じゃないですか、はい、なので、まあ、その前から本当に今だともう30年あの20年30年40年ってもうずっと住んでらっしゃる方が多いわけですね。先ほど高齢化しているという問題もありましたけども、だからそういった人たちの感覚っていうのがなんか本当に急に厳しくなった、えそんなことなかったのにみたいなところであのこう捕まってしまうというか、で、まあ、それでも人生がもう本当に変わって、で そこでも気づいていた家庭とかあの子どもとかっていうところがあの総崩れになっていくみたいなことが今起きていることですよね。そうですね。うん、であのまあ、そういったふうに、まあ、入管法というのがあの、まあ、どんどん変わってきているっていうわけなんですけども、まあ、今日はあのちょっと今回ね、あの今年もまた変わるというところで、どういったふうに変わるのかというのを、まあ、ちょっとお勉強といいますかちょっと教えていただきたいなというのがありまして、ちょっとここの画面共有のところ出ますか。まあ、いろいろ新聞にあの報道されてるんですけれども、まあ、ちょっと4つ大きくあるというあの皆さんにはお手元にも資料があると思います。あの、まあ、新聞見ながらちょっとまとめたものです。で今結構その取り立たされているものの一つとして大きいのが、まあ、管理措置ということで、まあ、今は入管の方で、その収容者をすべて管理しているわけですよね。で、仮放免といってその収容所から出る人たちというのは、何ですか、保護、非保護者です。非保護者、はい、非管理者ですね。非管理者になるというんです。新しい法律ですよ、ね、新しい法律はそうですね。今現在で言うと、保証人みたいな方が身元引受人、身元引受人、そうそう、身元引受人で保証人みたいな人があのいれば出てあの来れるといいますか、仮放免になるというところなんですけれども、あのそれを管理人という言葉をつけてあの地域で管理するみたいな形でですね、あの入管からどんどん外に出そうみたいなところをあの新設したというのがあります。で、まあ、長期収容が先ほどの話でもずっと出てます、その長期収容が問題だというところで、あのどんどん長期じゃない、長期じゃなくてもいい人たちを外に出そうということで作られたものなんですけれども、まあ、そこに書かれています、300万円、その管理人と言われる人になると、300万円の保証金が必要。まあ、全員じゃないと思いますけれども、300万円よりも少ない金額の保証金を、まあ、納めさせることができるということになります。その収容者にって非収容者にっていうことですね、はい、非収容者の方が払うっていうこと、まあ、誰が払ってもいいんですけれども、まあ、その政府に預けておいて逃げたら没収されてしまいますよという、そういうことですね、はい、っていうことだったりとか、まあ、管理人になった人がもしその、受け入れた、非収容者の方を逃がしてしまったというか、まあ、その人が逃げてしまったというようなことになると、まあ、罰則があると。逃げるということを知っていて報告しなかったら罰則があるということです。あ、そういうことなんですね、はいはいはい。まあ、そういったことがあのつけられたというのが、まあ1点目です。まあ、ちょっと一つずつ見ていく方が、まあ、ちょっと分かりやすいかなと思うんですけれども、この管理措置が新設されたっていうのが問題だというふうに報道もされてるんですけれども、永井先生から見たその問題点っていうところをちょっともう一度お聞かせいただけますか。まあ、この入管法改正というのは長期収容問題に対する対応としてそれを解決するために改正しますよということで作られたんですけれども、この管理措置のまず一番大きな問題というのは、その管理措置でいいところというふうに言われているのが、まあ、管理措置でいろんな方をその外で処遇することに、中に収容せずに外に出して処遇することができますよということと、あと、まあ、その外に出した人たちが社会生活を送れますよということが一般には言われていて、まあ、入管はそういうふうに説明しているんですけれども、実際そうかというとそこが疑問がある点がありまして、
まずどういうことかというと、まず管理措置の制度を作ることによって、今ある仮放免制度というのは範囲が縮小されることになっています、うん、でその範囲は、まあ、だからその人道上問題があるとか健康上の問題があるとか、その一部の理由だけの場合仮放免ができることになりますよということになっていて、うん、それ以外はまあ基本的に今の仮放免でやっていることを全部この管理措置でやりましょうということになっているんですね、うん、で管理措置をするためには管理人というのをまあ、見つけてこないといけないわけですけれども、うん、今の身元引受人というのは何も罰則ないですし、ただ単に身元引受書を書いて出せば何も法律上の責任もあるわけでもないですし、どういうことかというと、身元引受書を出した人はですね、本人が逃げても全然気にしてなかったりとか、ちゃんとその身元引受人としての義務を果たしてなければ、次にその人が身元引受人になったとき我々は信じませんと、入管が信じませんと、それだけのものなんですよね、身元引受人は。今は身元引受人っていうのは家族がなってる場合が多いですかね、はい、家族がなってたり弁護士がなってたり支援団体の方がなってたりとか、それはさまざまですけども、要するに、まあ、あと例えばですけど会社の方がなってる場合もありますね、雇い主の方がなってたりとか同僚の方がなってたりとか、要するになっても別に法律的なリスクがないもんですから、気軽になれる、気軽になれますし、まあ、だからそういうことなんですよね。ただその管理人というのはそれと違って、ちゃんと報告しないと刑事罰があるわけです、うん、でそうするとその弁護士からすると依頼者 そのやってる悪いことを一時報告していたら相談を受けられないので、うん、まず弁護士はなれないわけですよね。で支援団体、守秘義務があるからもありますし、うん、依頼者のために仕事をするのが弁護士の仕事ですから、それと完全に矛盾しちゃうわけです。で支援団体だって同じで、その支援者の方のために支援をしてあげると、であなたの悪いことがあってもその入管には言わないですから、一応相談してくださいと、で解決を一緒に考えましょうというのが支援団体の姿勢なわけですから、報告義務とかがあって刑事罰を課されるということになると、この管理人にはなれないわけです、うん、で家族にしたって、例えば奥さんにしたら、奥さんだって旦那さんが犯罪者だってそれを隠してたりとか、裁判所で証言を拒絶したりだとかしたって、別に奥さんは処罰されないということになっているのに、この管理人だけは処罰されるわけですよね。そうしたら奥さんという立場とそのこの管理人という立場がやっぱり矛盾するわけですよ。だからそのなるべき人がいないわけですよね。そうすると今の仮放免を縮小しちゃって、この管理措置に変えちゃうと、その管理措置でその外に出せる人っていうのはすごく減っちゃうんじゃないかっていうのがまず一つありますよね。でもう一つはその管理措置の問題点としては、その一応社会内で働けるっていうことになってるんですけれども、その働ける対象というのは退去命令が出る前の人だけなんですよね、うん、で出た後の人というのは仮放免と同じく働くことができないわけです、うん、で長期収容の方っていうのは、まあ、ほとんど退去強制令書をもらってる方がほとんどだと思いますから、管理措置になっても、まあ、働けない方が多分大半になるんじゃないかなと思いますし、あともう一つは仮放免の方って今住民登録できないっていう話さっきちょっとしましたけれども、それはもう管理措置に変わっても同じなわけですね。そうすると管理措置になっても国民健康保険入りません。で去年の4月からは、今まで社会保険入れてたんですけども、去年の4月からは社会保険の非扶養者にもなれません。で働けば、まあ社会保険に加入できるんだと思いますけれども、その自分が働いて自分が会社の社会保険に入れてもらうという以外では健康保険の対象にもならないということになると、そうすると社会内で普通に生活できるというのは単なるフィクションで、実際その仮放免に比べて改善したのは、まあ、待機強制命令が出る前の人が外で、働けるようになりましたということぐらいで、他はむしろ対抗してるんですよね。だから、あんまりいい制度じゃないんじゃないかなということを言えると思います。その退去命令っていうのはどういうタイミングで出るんですか？なんか、なんか収容されてる人についてはちょっと期限忘れちゃいましたけど、1ヶ月とか2ヶ月以内に基本的には出ますし、処分の期間があるの で外に出てる人は処分時間かかる人もいますけれども、外に出てる人は今でいう仮放免になってる人っていうことで、でも例えばその長期仮放免になってる人と今その
あんまり法律上は例外的なんですけれども、一応その今の法律では全権収容主義ということになっていて、退去強制の手続きをされると全員捕まって手続きが進んでいくということになっているんですけれども、現実にはそうではなくて、例えばそのさっきも話に出た日本に住んでいる日本で生まれ育った日系人の子どもなんかもいるわけで、そういう子がタイまで捕まって退去強制手続きが始まるとですね、もうそういう子をブラジルに返してもブラジルで生活できないわけですよね。で、入管の方もそれで分かってるわけでして、で、大麻ぐらいだったらですね、刑務所にも行かないですし、すごく軽いので、それが1回目だとするともう収容もしないわけですよね。で、収容もせずに入管の中で書類だけどんどん作っていって、で最後在宅出ましたと言って処理をする場合もあるので、そういう場合は1日も収容されずに、まあ、手続きだけ行っているということもありますけれども。それで帰ってくださいというふうな紙切れだけが来ると、その人は帰ってください、そういう場合は帰ってくださいにならないんですけどね。最初から収容されてない人は帰らなくていいですという判断をする予定なので、そういうことをしているわけです。それが在特というか、特別在留、在留特別許可です、ね、在留特別許可っていう、はい、まあ、退去命令というのが、例えばその収容している人でも退去命令が出ていない人がどれぐらいいて、その規模感もわからないですけども、なんかそれで言うと、結局その収容されても、なんて言ったらいいんですか、帰れない理由があるから長期収容になるわけですよね。でもそこに退去命令が出ていない状態で、まあ、今の状況で言いますと、退去命令というか、まあ、退去命令は新しい法律の制度で、退去強制令書を受け取っているかどうかということになると思いますけれども、その退去強制令書を受け取っている人というのは、2ヶ月以上収容されている人はもうみんなもらっていると思います。あ、2ヶ月ですか、はいはい、なるほど。じゃあ結局、じゃあ2ヶ月以上で退去命令を出ている人というのは、まあ、働けないわけだから、はい、地域に出てもどうやって食べるのっていうことになりますよね。むしろ入管の中でご飯もらえないから、入管の中でご飯もらえるもん、そうですよね、はい、入管だと生きていけるけれども外だと生きてもいけない。だから支援者の方が食料を支援したりだとか、例えば難民の方なんかだと難民の支援団体みたいなのもありますし、あと、まあ、地域にフードバンクみたいなのもありますから、フードバンクから食料もらったりだとかしない限りは生活できないということになっちゃいますね。あるいは、まあ、結構帰れない事情がある人はやっぱりそれなりに事情があることが大きくて、例えば日本で育った日系人のお子さんで帰れない、ブラジルに例えば帰ってもポルトガル語も分かんないし事情が全然分かんないという方だとすると、お父さんお母さんは普通に日本に暮らしてたりするわけですよね。そうすると外に出ればお父さんお母さんと一緒に住めばお父さんお母さんの稼ぎで食べられるということになると思いますし、ニートですよね、まあ、それなりに食べられる人もいると思いますけれども、ただそういう人がなんか病気になっちゃったりすると医療保険も使えないので、あんまりお金的にも余裕がないのですごく困った状態になっちゃうっていう、そういうことですよね。その先ほどその支援者とかその弁護士さんとかが、その例えば受け入れをした人を管理しますよというふうに受け入れた人が悪いことをしても、それを通告できないじゃないかというお話がありましたけれども、じゃあそんな悪いことするような人を受け入れなければいいじゃないかと思う方がいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、本当にその就労っていうところがすごく際どくて、まあ、今回ちょっとペルーの方のところでもやっぱすごく思ったんですけど、誰かの人生丸ごとですね、働けなくて誰かの世話にならないと生きていけないっていう、ものすごく惨めな状況っていうのはかなり耐えられないわけですよね。で、やっぱりその働いちゃいけないって分かっていても、何もすることがないわけで、でそうするとやっぱりこうギリギリのところに来るとやっぱり働きたいということになっちゃう。でそれをやめてくれと、働くなと言うというのはすごく難しいこと、その人の精神状態にも悪いしっていうところで言うと、やはり見逃さざるを得ないっていう状況にはなると思うんですよね、自分が管理人になったとして。見逃さざるを得ない人は自分が捕まっちゃうリスクがあるので、ね、管理人になれないということになっちゃうんですよね。はいはい、でそのさっきの就労の問題で言うと、例えばですけども、入管の人だって昔は見逃してたわけですよね。で私実は働いてるんですって言うと、しーとか言ってね、これ言わない、これは言っちゃダメだとか言って言われたみたいな話とか昔はすごくよくあったわけで、
そんなのは実際止められないわけですよね、うん、生きていくために働かなきゃいけないわけですし、うん、でつい最近だってです、ね、2012年以降だってずっと働いたまま難民の手続きやってた難民の方だってもちろんいます。で入管だってもちろん働いてること知ってるんですけど逮捕できないわけですよ、うん、というのはその人が難民であるんじゃないかなと入管の人だって何回も申請してる人なんですけども思ってたりするわけですよね。そうすると裁判になったら難民だっていうことになっちゃうかもしれないから、そうするとその刑事裁判の方が民事裁判よりもね難民だってなっちゃう可能性が高いかもしれないですから、その警察に行って捕まえるっていうことはできないわけですよ。その条約違反になっちゃいますし、でそうすると結局その人働いてるんだけれども誰も捕まらないまま最後はなんとなくビザもらってそのまま同じところで働き続けてるっていうようなことだってもうつい最近でも起こってるわけでして、まあ、新しい制度はその現実にどちらかというと適してないんじゃないかなと思います。むしろ消費収入が増えるというか、そうですね、出てこれない人の方が増える、まあ、新しい制度がその長期収容の解決のためにどういうことをしようとしているかというと、まあ、その刑事罰をいろいろ作ろうとしているというところがメインになっていまして、さっきの送還忌避罪というものの創設というのがありましたけれども、これ2つ送還忌避罪の種類がありまして、まず1つは書いてもらっていいですか、さっきの、画面に。すいません、今チャットにも出てるんですが弁護士の方の声が聞こえにくいマイクの位置を変えてもらうことはできますか。じゃあよろしいですか、ね、じゃあ まっすぐに配信送還忌避罪というのができるんですけれども、この送還忌避罪というのは2種類ありまして、まず1つはそのパスポート その申請をする命令ということができるようになりまして、その命令をされた人はパスポートの申請をしなきゃいけないと、でしない人は処罰されるんだと、そういう、まあ、パスポート申請義務というのを課すための、まあ、刑事罰というのが一つ作られるというのと、あともう一つはその送還に協力しない国のリストみたいなのができまして、その、まあ、送還に協力しない国の方だとか、あるいはそのかつて送還されそうになったときに暴れたりだとかして返せなかった人たちをがまたその強制送還だって言われたのにもかかわらず帰らないと刑事罰を受けると、こういうちょっと分かりにくいんですけれども複雑な制度でして、まず一つ目 の、 そのパスポートっていうのがどういう話かというふうに申しますと、さっきのちょっとその非正規滞在者の数が多いそのリストがありましたよね、なんか各国の人数、国ごとの人数の、 はい、あれをちょっと表示していただくと分かりやすいと思うんですけれども、国旗が書いてあった数字、国旗が書いてあって数字が書いてあったグラフがありましたよね、国旗のところには 2ページ目ですかね、はい、数字は書いてないと思うんですけども、これ長期収容者の国籍別の割合というリストがあったと思うんですけれども、これ、はい、一番上がイランで2個目がスリランカ、ブラジル、フィリピン、ナイジェリアというふうになってますけれども、ちょっと私フィリピンとそのスリランカはよく知らないんですが、このうち そのイラン、ブラジル、ナイジェリアというのはもともとそのパスポートが切れてる人の強制送還を受け入れてない国だったんですね。でブラジルに私住んでたのでブラジルの事情は詳しいんですが、まあ、ブラジル政府はそのパスポートが期限切れてる人の場合本人が自分でサインをしてパスポートの申請をしてパスポートを取り直さない限りは強制送還を受け入れてこなかったんです。だからそのブラジルの人っていうのはその本人が帰れない事情があれば自分がサインしなければ絶対強制送還される心配なかったわけなんですね。でナイジェリアも同じでした。でイランは今も同じです。でブラジルとナイジェリアがどうなったかといいますと外務省が外交交渉をしてその制度を取りやめて待機強制は受け入れることになったわけですよね。でブラジルの場合はついこの間なんですがリオデジャネイロオリンピックが終わった後にブラジル人が日本に来るときは数字ビザというのが取れるようになりましてそれとのバーターというかその時の交渉でその代わり強制送還を切れますよということになって、それでまあ解消をしたわけです。で強制送還するときに確かにパスポートにサインしないと返せないというルールあるんですけれども
サインしなかったらどうなるかって、まあ、大体入管にずっと捕まってるか、入管に捕まっててたまに仮放免されてまた入管に捕まってということを繰り返してずっと働けないかというどちらかの状態なわけで、そういう人で帰れない事情がある人っていうのはですね、やっぱりさっき言ったように日本で育ったブラジル人の子供だけれどもポルトガル語も話せないしブラジルに住んだことがないと、ブラジルに行っても知り合いもいないしどうなるか分かんないと、そうするともうへばりついてでも日本にいるしかもう生きていく術は見つかりませんと、そういう人なわけですよね。で他の国だって同じような事情があるわけでして、あるいはイランなんかの方の場合は難民である場合もあると思います。イランの方っていうのは難民認定が結構されたりしてますから、でそのパスポートの申請なんかしたらもう国にバレちゃうと自分のことが、でそれで帰ったらどうなるか分かんないと、だからそんなことはとてもできませんという方だってもちろんいると思いますし、そういう方に対してそのパスポート申請しなければ刑事罰になりますよって言われたってまた刑務所に行ってでまた入管に戻ってくるだけですよね。もう帰れないわけですからあんまり意味がないんですよね。でそれと同じことでさっき の待機強制で決められた日までに帰らなければまた刑事罰ですよって言われたってその待機強制になった時に暴れて返せないようにするほど自分の国に帰るのが怖い、うん、あるいは帰れない人が今度刑務所に行かなきゃいけないですよって言ったらはい刑務所に送ってくださいっていうだけだと思うんですよね。だからその刑事罰を作るというのはやっぱりその長期収容問題の解決にならなくて、で帰れない事情がある人というのは結局その相手国ときちんと調整をして向こうで生活ができるような手立てを立ててあげるだとか、あるいはその日本社会の中で受け入れるっていう、まあ、2つの選択肢しか本来はないはずなんですよ。でそのどちらかをすると、ただまあ帰れる人には適切に帰ってもらうというのはもしかしたらあるかもしれませんけれども、刑事罰を作るっていうのはそういう問題の解決に全くなっていないんじゃないかなというのが、まあ私のこの法律の改正に対するまあ意見なんですけどね。まあ、でもそもそも収容されるのが本当に正しいのかどうかっていうところの判断は今入管がしているわけですよね。で刑事罰っていうのは裁判所がするわけですよね。はい、そうです、はい、だからその入管が収容、この人は収容すべきだ収容すべきではないということを今判断しているという状況の中で裁判所が介入しないというところも問題視はされてますよね。そうですね、今の現状を申し上げますと法律上は全権収容主義になっているということに道をなってまして、法律上は全員収容するんだということになってるんですよね。ビザの在留資格が切れてる人は在留資格が切れてる人だとか、大麻をやって警察に一回捕まって裁判にならなかった人だとか、あるいは刑務所に行って1年以上のだから実刑判決を受けて刑務所に行った方なんかに対して退去強制手続きというのが始まるわけですけれども、この手続き始まった人は全員収容するんだと、でそれが全権収容主義という法律なんだということになっているわけです。それでも建前で実際はそういう人であっても、だから日本で育ったブラジル人の子だとかもうこの人どうしても返せないなと、かつまあ在留特別許可をあげることは大体決まってるなと、この人日本人と結婚しててもう子供も3人いて子供ちっちゃいから在留特別許可だなと思った人については収容しないというルートもあるんですけれども、それはまあ特別な例外ということに一応なってまして、基本的には全員収容するんだと、だから判断はそこにはないんだということに今のところはなってます。そこに司法はいらないということになってるんですか。ただまあその国際社会からはその点についてすごく非難されていて、法律上どういう人を収容してどういう人を収容しないのかという、まず要件を決める必要があるんじゃないかと、で要件を決めた上でその要件に合致しているのかどうか裁判官が判断する必要があるんじゃないかと、でその裁判官が判断した場合でもその収容の上限を設けるべきなんじゃないかと、期間の上限、期間の条件ですね。もともと歴史的な遠隔でいうとこの入管の制度はその収容するっていう人は船が出るまでの間待っててもらう場所だったんですよね、その収容施設というのは。だからまあ長くて半年ぐらいの想定がもともとされていて、国会の答弁なんかでも1年以上そんな収容されてる人がいたらそれは問題ですということがもともと言われてたんですけれども、そういう歴史的経緯だったにもかかわらず今はもうだから8年とか
すごく長いこと収容されている人が出てきちゃってると、あるいは出たり入ったりしてずっと、いる人がいると、そういう状況になってしまっているのがすごくおかしいんだということです。だからその西山さんの話にもありましたけれども、その時効を設けるべきじゃないかというふうに言われてました。じゃあそれをじゃあ誰が判断するのかっていうところが今明確じゃないわけですよね。時効というのはその上限ということですかね。上限ということだと思います、はい、収容の。だから収容の上限は一応法律で本当は決めなきゃいけないわけですよね。でそれが決まってないし、決まってないのはおかしいんだということを、まあ、国際機関からも指摘されているのに、この改正案に入ってないじゃないですかと。で長期収容問題を解決するためにはやっぱり上限を入れるということと、その収容を特定の人に限定をしてそれを裁判官が判断するというふうにしなきゃいけないんじゃないかというのが、まあ、批判ですよね、されている。ちょっともう一回法律の整理のところに戻ってもらいたいんですけれども、まあ、そういった中でですね、こっちの方行った方がいいのかな、補完的保護のところも、その難民に、該当しなくても、まあ、保護される定住資格がもらえるようにはなったということも、まあ、今回は挙げられましたけれども、ちょっと そちらの方の問題点とかっていうところはどうでしょう。補完的保護っていうのは本来は条文だけ見ると非常に素晴らしい制度なんですね。これどういう制度かと言いますと、今までその例えばですけど難民だというふうに申請してきたけど難民に当たらないように見える人というのは、在留特別許可を人道配慮という理由で、人道的な理由で在留特別許可をあげますよということで特別に認定してきたわけですけれども、それ法律的な要件が何も決まってないわけですよ。で裁量でそういうことをやってきたわけですよね。で新しい入管法では補完的保護っていうのをちゃんとそのルールを決めましょうと。でどういう場合に補完的保護をするかっていうのを決めて申請もできるようにしましょうということになっていて、これどういう場合にこの補完的保護をするかというと、さっきその条約上の難民に当たるには5つの理由がいるという話をしましたけれども、この5つの理由に当たらない場合は補完的保護で保護されますと。だからその条約上の難民は条約難民として難民として保護されますと。で条約上の難民に当たらないけれども一般的な意味での難民に当たる逃げてきたような人は補完的保護で保護しますというのが、まあ法律上の立て付けなんですけれども、ただその現実とのまあズレみたいなのがありまして、例えばその難民の人でもいろんな人がいるんですけれども、日本で難民認定されない人、難民っていうのがいまして、例えばクルド人がその人に当たるんですけれども、トルコのクルド人っていうのはまあどこの国から見ても難民なので、いろんな国でまあ 50% だとか国によって 80% だとか非常に高い割合で難民申請したら難民認定されるんですけれども、日本ではそのトルコのクルド人は一人も難民認定をされたことがないわけですよね。でところが、まあ、例えばですけど2019年だと1000何人も難民認定してくださいという申請は出てるんですよ。でそんなにいっぱい申請が出るのにもかかわらず一人も認定されないわけです。でまずなんでそんなにいっぱいクルド人が日本に逃げてくるんだと、こんな島国で遠くて飛行機に乗らなきゃ来れないのにというと、トルコの人っていうのはトルコのパスポートでビザなしで日本に来れるんですよ。でヨーロッパの国には行けない国がいっぱいあるわけですよね。だから日本の方が来やすいわけです。でなんで日本の方が来やすいのかというと、日本とトルコはめちゃくちゃ仲がいいわけですよ。で仲がいい理由というのがありまして、まずエルトゥルル号事件というのがあるんですけれども、まあ、それもう江戸時代に近い話ですけれども、難破した船を和歌山県の人たちが一生懸命助けて、なんか村の人たちが村の女の子が裸になってその人肌で温めてなんか命を救ったみたいないい話がありまして、それはトルコの教科書にも載ってるらしいんですよね。でイラン・イラク戦争の時に1985年ぐらいだと思いますけれども、クウェートからバグダッドから、まあ、その飛行機で日本人が脱出しなきゃいけなくなった時に自衛隊機を派遣しようという話になったんですけど、結局自衛隊機も行けないと、JAL も行けないということになった時に、トルコは日本のために専用機を飛ばしてトルコ国民は我慢してくれと、代わりに日本人を運ぶんだと、
いうことで、この日本人をバグダッドから逃がしたわけですよね。で、まあ、そういうそのすごい仲がいい理由みたいなのがあって、もうみんなこの本とか読むともう涙なしでは読めないわけですよ。なんかもう大感動する本なんですけど、まあ、ちょっと皆さん読んだことがなかったら、エルトゥルル号事件っていう本がアマゾンに売ってますんで、あの探して読んでもらうといいんじゃないかなと思いますけど、和歌山のそこにも記念館といいますか、あの博物館が建ってますね。そうなんですよね、はい、でそういう仲がいい国なんで、その国の人を難民認定なんかすると、要するにトルコ悪い国だって言ってるみたいなもんなんですよね。そういうこと。で以前はその 入管ので内部資料にも、友好国は難民認定しちゃダメだって書いてあったらしいんですよね。すごいな。いやだからその仲いい国は難民認定しないわけですよ。でミャンマーだって同じような理由で、あのミャンマー人の難民ってすごくいっぱいロヒンギャだとか少数民族だとかいるんですけども、まあ、あれはさすがにひどいのでちょこちょこ難民認定もされたりもしてますけれども、されにくいわけですよね、日本だと。でトルコの人なんてもう一人も難民認定されないわけですよ。でされないのは仲いいからなんですよね。政府官がということですね、はい、でそういう理由で難民なのに難民認定されない人がいると。あるいはその日本政府が難民認定しない理由としてこういうのもあるんですよ。日本政府は結構裁判とかで主張してくる話としてですね、その迫害された人が難民なんだと。でその人たちは迫害されるエリートじゃなきゃいけないと、迫害の対象として政府に選ばれてなきゃいけないんだと、うん、これ個別把握論っていうんですけど、この人はあの特定の政治思想を持っていて、だからあのこの人を追い詰めなきゃいけないんだっていうふうに政府が認識してない限りは、あの難民として認められないんだという話があったりするわけですね。そうするとそのかなり広範囲にそのある特定の宗教の人だとか、あのある特定 その人種の人だとかが迫害の対象になっている場合は、分かんなくてもみんな迫害されてるわけだから、あのまずいわけですよね。だからみんな逃げたいわけですよね。いっぱいの人が当然逃げるわけですよね。ただ政府はこの人が迫害の対象として選んでないでしょと、選んだという証拠がないと、この人には逮捕状も出てないと、だから難民じゃありませんみたいな主張をその日本政府がしたりとか、その難民の認定の担当者が難民の認定しなかった理由としてそういうことを挙げたりとかすることってよくあって、その場合補完的保護の対象に入らないわけです、うん、でそうすると今のこういうその仲が良ければ補完的あの難民じゃありませんと、あのその選ばれたその迫害対象のエリートじゃなければ難民じゃありませんと、こういう状況でその5つの理由だけを取り除いたところで、あの補完的保護の対象として不十分なんじゃないですかっていうことがあるわけですよね。その5つの理由を取り除いてもやっぱりそういう人認定されないんですよ。でそういう人は今まではあの在留特別許可で救われたりしてたんですよね。要するに在留特別許可は裁量なので人流配慮でビザだけあげますと。で例えばクルド人とかでもあなたはもうビザをあげますと、あなたは難民じゃありませんと、だけどビザをあげますと、ミャンマーの人でもあなたは難民じゃないけどビザをあげますと、選ばれてないというふうに、まあ、認定されちゃった人でも、選ばれてないけれどもあなたの人たちは、まあ、いろんな人があなたの国で迫害されてるから人道的な観点からビザだけあげますと、これ全部在留特別許可でその判断が範囲が曖昧だからできていたという話があるんですけれども、その判断の曖昧さがなくなっちゃって5つのその理由だけを外して法律を作るとかえって狭くなるんじゃないかっていうところがこのまあ補完的保護の制度の問題で、今がちゃんとできていれば補完的保護は素晴らしい制度だと思うんですけれども、今が全然ちゃんとしてないのでこの補完的保護を作ることによってかえって保護の範囲が狭くなっちゃう可能性があるんじゃないかなっていうのが、今がちゃんとしてないっていうのは結局その入管がそういったことも決めているからっていうことですか。だから入管がそういったことも決めているというか、あの本来はその難民というのは、まあ、難民条約に従って難民条約の難民に該当していれば認定しなければいけないわけですけれども、必ずしもその条約の趣旨に従った認定ができていないと、うんうん、認定数が他の国に比べて圧倒的に低いと。でなんで難民条約に従った解釈をしなきゃいけないのかというと、その難民条約というのがやっぱり難民が一つの国で出るといろんな国は難民の負担しなきゃいけないわけですよね、うん、でこの負担を平等に分かち合いましょうというのが大丈夫ですか、難民条約の趣旨なので、うん、負担を平等に分かち合うためには、うん、みんなが同じような率で、認定すると、条件を揃えて、うん、
そうじゃないとその平等に国際的に負担を分かち合えないわけですよね。ただ日本の、まあ、難民の制度の運用がそうはなってなくて、圧倒的に狭い範囲でしか難民として認めないということになっちゃってるので、こういう、まあ、法律的には、まあ、いい制度だと思われるような制度を作っても逆にマイナスになっちゃう可能性が高いんじゃないかなというふうに思えるという、そういうことですね。例えばなんかその難民認定 の、 その第三機関みたいなところをじゃあ別に作ってそこが判断するんだっていうふうになればそこは解消されるんっていう、そうですね、その解消されるかどうかは何とも言えませんけれども、まずその移民、経済移民で来た人たちを追い出すその入国管理制度とその難民をまあ救済しましょうというその難民認定の法律とか組織とかを分離して別々の人がそれぞれのプロフェッショナルとしてやるっていうのはすごく一つの考え方としてはいいんじゃないかなと思います。本当ですよね。というようなところでここまでで何かありますか、質問とか。ちょっとこちらまで行ってしまいましょうか。その難民というところで言うとですね、今その入管も、まあ、収容されている人もそうですし収容されていない人もその難民申請というものは気軽に申請自体はできるというような状況がありますね。でその難民申請自体は気軽に、申請できて、でそれは自動的に受理されると、でそして手続きが進んでますよという間は在留していいと、在留していいしその収容強制送還にはならないということになっているわけですけれども、まあ、それが新しい法律になると難民申請をしたところで、2回までしか、何ですか、強制送還しないよということにはならないが、3回目に申請したら、送還されるようになる可能性がある。これはちょっと分かりにくいんでご説明しますけど、難民はその難民条約上強制送還しちゃダメなんですね、うん、なんでダメかというとその難民を強制送還しちゃうとそこでまた迫害をされるわけですよ、はい、そうですね、だからその難民は強制送還しちゃダメだというルールが基本にあって、だからその日本の法律ではその難民申請中の人は強制送還しちゃダメですということになっているわけですね。これ送還停止項というんですけど、強制送還の手続き止まるわけです、うん、ただ滞在していいですよということになるわけじゃなくて不法滞在ですし、もちろんその働いてもダメなわけですけれども、ただその難民を逮捕しちゃうとまた難民条約上問題が出る可能性があるので、逮捕できなくはないんですけれども逮捕しませんと、現実上で強制送還もしませんと、そういうことになってます。でただそのこの新しい制度では2回難民申請をして2回ともダメだった人が3回目にした場合はもうこの人2回もダメだって言われてるわけだから多分難民じゃないですよねと、だからその強制送還をして返すこともできるようにしますというのが、まあ、新しい制度なんですけれども、ただそのさっき言った話をまた思い出していただくといいんですけれども、そのトルコのクルド人を考えるとこれ条約上の難民であることは他の国を見ても明らかですし、まあ、仲いいという理由で蹴ってて仲いい国は難民として認定しなくてもいいですなんていう条約にはなってないですから、これ認定したのは条約違反なわけですよね。で特にそういう人が何回も申請しているわけですよ。でその人数が一番多いのがだからまさにトルコのクルド人が6回も7回も申請している人が多いわけですよね。でそういう人たちをその6回も7回も申請している人たちをじゃあこれから強制送還しますよということになって本当にいいんですかという話なんですけれども、そしたらその人帰ったら迫害されるんじゃないですかと、でこれも条約違反でもあるんじゃないですかと、だから今ちゃんとやってないからこれもそうは問屋が下ろさないんじゃないですかというふうに、まあ、皆さん反対しているのは今の難民認定制度がちゃんと動いていないので3回目の申請だからといって難民じゃないとは言えないんじゃないですかということなんですよね。で私のお客さんにも4回目の難民申請をしているロヒンギャの方がいますけれども、ロヒンギャなんて今国では民族浄化が行われているわけですよね。でミャンマーではクーデターも起きているわけですよね。でこんなのもう難民以外何者でもないんですよ。もうロヒンギャだったら難民だって言える状態なんですよね。だけど、まあ、裁判をもうしてますけれども裁判をすると国はこの人は迫害の対象として選ばれてませんと、うん、選ばれてる理由は何ですか、それを主張してくださいと、うん、そういうふうに国は言ってくるわけですよ、うん、
でこの人がロヒンギャなのかどうかも我々には分かりませんと。それで証拠を見せてください、ね、まあ、証拠見せてくださいも何も、もうあの顔を見たらミャンマー人はまあ日本人と同じような顔立ちしてますし、ロヒンギャの人はあのインドネシアとか東南アジア系の顔立ちしてますから、その人がミャンマーのパスポート持ってたらもう ロヒンギャじゃなかったらどっかのどの少数民族なのっていう話にならざるを得ないはずなんですけど、もうそういうしかもその人3回も難民申請してるんだから、ロヒンギャかどうかなんて自分たちで調べたら分かるだろうと思うんですけど、何も調べてないわけですよね。でそういういい加減な認定制度をしていて、まあ、その3回目はダメだとか4回目はダメだっていう制度はいかがなものでしょうかというのが、まあ、あの反対している方々の意見で、まあ、政府としては2回も申請したんだから、これ相当な人数いるんですよね。そうですね、その3回以上今も申請している人たちで、もうすでに2回を超えている人たちっていうのは、じゃあどれぐらいの人数の規模かっていうのも、ね、今覚えてないんで調べないと分かんないですけど、はい、すいません。あの私の友達でもあの本当にミャンマーの人でもう何回もこれ繰り返しこう難民申請やってる方もいますし、まあ、今本当にね、あの20世紀 その戦争の時代という、そのすごく分かりやすい内戦とかすごく分かりやすい戦争ということではなくて、あの本当に関心を持たなければ見えないようなそういった民族問題だとかそういった迫害の問題っていうのが、まあ、世界あらゆるところで起きてるわけですよね。だからその難民っていうのにあの関心の高い人はそういったところを敏感にあの大変なんだっていうことになるかもしれないんですけれども、その辺の深刻さ、帰ったら生きられないんだっていうような深刻さっていうのは一般的にはとても分かりにくいというか見えにくいんじゃないかなと。でそうすると、ね、迫害受けてもあの政治的な政治犯ではないじゃないかとかいう国の言い分にあの確かにそうだみたいな風にあの流れる方ももしかしたらいるのかもしれないというのも、その戦争の見えにくさっていうのもあるかなというふうには思いますね。ちょっとなんかこの辺で、何か質問があったら聞かせていただきたいです。ちょっとコメントを何か書いてくださっている方いらっしゃいますかね。再びフェイスガード巻き巻き、そうです、これ顎が痛いんですよ。どの辺がいい、あ、そう、マイクの向きはすみませんでした。今聞こえますでしょうか。これとてもフォーカスが悪いんですけど見にくい。LK、幸子さん、顔認識とかの、顔認識が進化するともっと出入国が管理できると思うけれども、国内は把握するのは難しい、まあ、出入りするところの、 あのなんていうか認識機能の機械的な IT 機能が上がればいいのかもしれないけれども、すでに国内にいる人は難しいということですかね。テロとか犯罪に国内で向かわない生活基盤のセーフティーネットが必要ではないですか、という書かれてますね。本当にテロっていうのも日本では本当になんかも平和ボケしてるのもあって疎いというのもあるかもしれませんけど、あのそういったところあります。あと LK さん、習慣長期収容仮放免の判断基準は入管にて、恣意的に決められるんですか。それさっき出ましたけれども、ね、あの、ね、基本的には法律上は、まあ、みんなあの収容全員収容するというルールになっていて、ただその入管の方で在特が出そうな人は現実問題として収容してない場合があるというのが今の状況ですね。うん、はい、音声が割れていますねっていうのがあります。すいません、音が割れているそうです。ちょっとこちらでも確認はしてるんですけれども、なかなかあれですね、はい、あと管理措置の300万円の保証金は必ず払うんですか、という岡本さん。まあ、今あの仮放免とあんまり変わらないと思うんですけども、仮放免の場合は大体取ってるんですけども、ただ全員が300万円になるかというとそうじゃないんじゃないかなと思います。だから100万円だとかそのぐらいの額がまあ基準になって、大体みんな取られるっていうことになるんじゃないかなと思います。今仮放免も何十万かを払わないと仮放免にしてくれないですよね、はいはい、だから本当に貯金がそこをついてくると仮放免に なれないというのもあると思います。はい、なんかこちらの
会場の方で、あ、すいません、私はあのインドネシアの、まあ、看護師とか介護福祉士の支援とかを主にしてるんですけども、2、3年前からその方の例えば、まあ、恋人とか友達とかっていうことで、あの本人は本当に悪びれずに僕難民申請、難民ビザですって持ってきて、いわゆるインドネシアのエージェントとかにこれをすれば日本で働けるよっていう風で90万円ぐらい払って日本に来て、まあ、その難民申請の書類とかをきちんと揃えるってものすごく語弊があるんですけども、いわゆると、まあ、その受理されやすいような書類を通して出すっていうことを繰り返しやってるっていう方がいて、まあ、その際にあの2年ぐらい前ですかね、その2回目3回目の申請っていうの就労を認めないとか厳しくなるっていうところで一気にいろんな方が相談来たんですけど、その時も、まあ、言葉は悪いんですけど手を変え品を変え、もう形を変えたりとか書類を追加したりっていうのをやってくれるんで引き続きも申請ができてるみたいな実態とかを聞いてたんですけども、今回その原則2回までっていうのはいわゆる新たな申請っていうふうに認めざるを得ないような書類を揃えてくると受けざるを得ないかと思うんですけど、そのあたりは、あ、それは例外になってます、例外的なことで、やっぱりその書類とかを変えたり新たな事実とかを出したとしても基本2回までしか認めないっていうのが今回の措置っていうことでしょうか。新たな措置が出て書類が出てきたら、はい、認めてもいいということになっています。ですよね。ただその、そこも裁量判断になっていて、はい、相当な理由があると認められる場合だけ例外として扱うということになっているので、はい、例えばインドネシアの方なんかだとおそらくですね、うん、入管が相当な理由がないというふうに判断をして、うん、跳ねちゃうと思うんですよね。でただそこがその入管の方が恣意的に判断をしちゃうんじゃないかという可能性があって、インドネシアの本当にブローカーの方がやってる方だったらもう跳ねてもいいかもしれませんけれども、はい、それがその例えばロヒンギャの方だとかクルドの方だとかにじゃあ行かない理由があるのかっていうと、あのそれ入管の判断でいいんですかというのがやっぱりありますから、あのそういうのもしやるとするとやっぱり司法審査がどっかで入らなきゃいけないんじゃないかとか、やっぱりそういう問題になってくると思いますね。はい、あの私の方はその本当の、まあ、本当のというすごい語弊があるんですけども、いわゆるすごく事情があって難民該当性が高い方の申請っていうのは弁護士の方とかそういう方から聞いたお話だけで直接は知らないんですけども、印象として本当のそういう命からがら逃げてきた人ほど、まあ、書類とか文書で出すのが難しくて本人に立証責任を問われるとものすごく難しくて、偽装難民が疑われる人ほどきちんと書類を持っていてその申請がしているってものすごく矛盾していると思うんですけども、あの現状で日本の難民認定率が低いというのはやっぱり本人の立証責任に問われる以上ずっと続くと思うんですけど、そのあたりやっぱり変わらないっていう状況なんですかね。そのまあ、一応その本人の立証責任というか、そのまあ国際水準であれば灰色の利益という話があって、あの難民かどうか分からなかったら基本的にはまあ難民だというふうに考えないとダメですよというのが国際的な考え方だと思うんですけれども、必ずその理念にのっとってその難民認定の実務だとかあるいはもう裁判所の判断だとかがされているかというとむしろそうじゃなくて、あの原則と例外が逆転しちゃっていて、みんな証拠で難民だと認定できなきゃダメですよと。その証拠というのもその個人が選び出されてこの人を対象にして政府が迫害しているという証拠がないとダメですよと。だからまあ証拠として例えば逮捕状を出してくださいって言うんですけど、日本で例えば逮捕状が自分に出てる人が海外に逃げたとして逮捕状を証拠で出せますかっていうと絶対出せないわけですよね。逮捕状は警察しか持ってないわけですよ。なんで自分があと逮捕されるっていうニュースだと、まあ、だから逮捕状が出たって言って新聞報道が出た人だったら持ってるかもしれないですけど、そんな人本当に一緒にいいですよね。だから無理なわけですよね、そういう現実的に。で普通の考え方としてはじゃあどうやってその人が迫害されるかって分かるんだということになると、その国際水準としての考え方、難民のその有名な学者の方が言ってらっしゃるのは、その同じ状況にある同じ例えば集団だとか政治的意見を持っているその自分と同じ立場にあるグループの人たちが迫害をされていたら、それがすごく有力な証拠だろうと。だからまあその自分の個別の事情じゃなくて、あの自分の国の一般情勢で自分が難民だということが証明できるんだと、そういうふうに言ってるわけですよね。ただ実際現実に日本でそれで認定してるかといったらそうはなってないわけですよね。でなんでなってないかというと、その
他もう一つのルールとして難民であるかどうかは個人一人一人を見ていかなきゃいけないですよっていうまあ話があるんですけども、要するにただ単に同じ集団に属してたらそれで難民だじゃなくて、どこの出身だとか何歳だとか個人個別の事情をちゃんと見て難民かどうか判断しなさいという話があるんですけど、それと個別の証拠が必要だっていうことを日本だとすごく混同されているところがあって、必ずその人が迫害の対象として選び出されていて、その証拠がないと難民としては認めませんみたいな主張が横行しているところがあるので、まあ、おかしくなっちゃってるっていう、そういうことだと思います。すみません、もう一つちょっとぜ今回の入管法改正案の、まあ、ちょっと全体的な印象っていうところで、おそらく長期収容が問題だっていうことは、長期収容が問題だっていう認識は、まあ、その入管であり政府なりも持っているんですけども、基本的にその本来帰るべき人なんで帰れば解決するんだっていうような発想がすごく強いと思うんですね。で、まあ、一番の管理措置なんかも移住連の方とかで話したことあるんですけども、ボランティアとか支援者の立場とするとものすごいプレッシャーなわけですよね。その人を助けてあげたいというとすごい300万のお金を集めて全責任を取ってそれをやるっていうことを全部が全部やってられないんですけども、でも無理をしてそういうことをやるっていう状況になってきたりとかで、あと上限に関してもこれ入管の QA とか出てたりとか移住連との交渉とかも聞いたんですけども、要は上限を設けるとつまりごね毒っていうか、つまりそれを狙ってずっと嫌だ嫌だっていうことで頑張って10年20年やって日本でっていうことでかえってその送還を忌避する人が増えるみたいなことを入管答えるんですけども、つまりその今回の改正案というのは基本的にはそのいろいろな、まあ、法律的なことを決めるとか基準を決めるっていうのは評価できるんですけども、基本的にはもうその頑張っても絶対認めないよっていうような、つまり諦めて帰りなさいっていうのをすごく強く打ち出してるっていう印象があるんですけど、うん、そのあたりどう思われますか。まさにそうだと思いますね。であとだから刑罰を作ることによってもう国に返しちゃえばそれでいいんだっていうような発想なんですけれども、ただ例えばですけれども、その家を不法占拠している人を追い出すような裁判をするときでも、本当に最後執行して追い出そうとする場合にはその人次行くとこ決めてあげなきゃいけないんですよね。だから行政に行って生活保護の道筋をつけて次に住むところも探してあげて、あなたここから追い出しますけどここに住みなさいよとか言って、まあ、その裁判の強制執行をするわけですよ。で、国から追い出すときも一緒で、帰って住める人だったらいいですけど自分の国で、でもごねてる方の多くは帰ったんではいろいろ問題があるという人なんですよね。だから日本人の奥さんと子供がいて、その人は自分の国には連れて行けませんと、自分の国に連れて行ったらもうその人たちちゃんと生活できませんと、例えばナイジェリアの方なんてそうですよね。もうナイジェリアなんてすごく治安が悪くて日本人は渡航中止だとか、まあ、渡航しちゃダメですっていうことになってるわけですけれども、ナイジェリアの方と結婚した日本人の奥さんとか日本人のお子さんがいるナイジェリア人が強制執行で返されちゃうと家族がバラバラになっちゃうわけですよね。で、日本の奥さんなんか連れて行ったりすると向こうで誘拐されちゃうわけですよね。外国人の誘拐ってすごく多いですから、だから連れて行って向こうで生活することは当然できないですから、そうするとこっちで暮らすしかないのでごねてるわけですよね。あるいはその難民の署で強制送還されたら殺されちゃうかもしれない、怖くて帰れないっていう人だってもちろんいますし、さっきのブラジルの人みたいにその返されたらポルトガルも分かんないし知り合いもいないんだから当然生きていけるかどうか分からないから怖くて帰れませんという人だっていますし、で場合によってはその例えばブラジルの方なんかはその日系社会みたいなのがありますんで、そういうところと連携をして向こうで受け入れてそのポルトガル語も勉強してっていうようなその受け入れ制度を作っていこうと思えば無理じゃないとは思いますけれども、全部の国で当然できないですし、あんまり現実的じゃないですよね。そうすると結局はその5年も10年もその日本に住んでらっしゃるような方はその自分の国での基盤がすごく弱くなってますから、結局日本での受け入れをしてあげないとその人死んじゃうしかないわけですよね。で、その扇返せばいいっていうのはその外国の政府に負担を負担してくださいということだと思いますけれども、本当に負担を負担できるようなね国ばっかりでもないですし、返されてもねその政府の制度の利用の仕方も何もわからない、言葉もわからない人が例えば帰ってもそんな申請もできないですし、あるいは難民の方が帰ってもまたいじめられるだけですし、結局日本で
なんとか社会で受け入れられる、受け入れてあげるしかないわけで、しかもさっきビデオに出てきた方々なんかも皆さんそうでしたけど、日本語もすごくお上手で、あの技能実習生なんかを入れるよりもむしろあの人たちに働いてもらった方が、あの工場とでもコミュニケーション取りやすいんじゃないかとか、そういう方々が非常に多いわけで、あの今の政策っていうのはすごい矛盾しているところもありますし、あのもっと一人一人の人間を見て返せば終わりじゃなくて、あのその人をその後どうやって生活するのっていうところまで考えてあげないと長期収容問題の解決にならないんじゃないですかっていう、まあ、姿勢が法律から感じられないので、あの良くないんじゃないかという、そういうことだと思いますけど。あまり詳しいことは分からないですけど、いろいろあのお話ありがとうございます。あ、すみません、 あまり詳しいことは分からないんですけど、なんか話をお聞きしてて、なんか日本は国際的に見ても先ほど言ってたみたいな、あの不法滞在というか、に対してもすごく厳しいですし、あと難民に対してもやっぱり他の国と比べても圧倒的に認定が少ないっていう、その日本がそういうふうにすごく閉鎖的というか寛容さがないっていう、その理由っていうのはなぜなんでしょうか。そこちょっと難しい問題ではあるんですけれども、日本は一方ですごく外国人に対して今門戸を開きつつあって、あの技能実習生とかすごくいっぱい呼び入れてるんですよね。それは少子化の問題だとか、その労働者が少ないだとか、あとまあ企業がなるべく安く人を雇いたいだとか、そんないろんな理由があって外国人は増やしているんですけれども、一方でそのやっぱり国民感情としては外国人をなるべく入れたくないっていうような、その同質の日本人を保ちたいみたいな感じの考え方もあって、そういうのがこの不法滞在者というか非正規滞在者に対する対応というのがそういうところにすごく出ている一方で、数年の単位で決められた時間だけ安い給料で決まった場所で働いてくれる人はどんどん来てくださいと、これも増やしたいですということに今なってまして、で一方でそのもっと長くいたい人だとかルールを破りたい人は来てもらっては困りますと、皆さん帰ってくださいと、そこがすごく厳しくなっているというような、ちょっと一見矛盾したような感じの状態になっちゃってるわけですけれども、結局そのそういうのを決めてるのは政治の現場で決まってるわけでして、で政治家の支援者の方だとか、寄付金をいっぱい払う方だとか、そういう方はやっぱり中小企業の経営者だとか、そういう方が多いわけで、そういう方にすると外国人を入れたいわけですけれども、投票をしてくれる方からするとやっぱりその外国人が増えたら犯罪が多くなるから怖いわとか、そういう方が言ってる方が投票をしてるんだというふうに、政治家の方がまた例えば考えてたりだとか、あるいは実際その外国人犯罪がすごく大きくなった時期っていうのが2006年ぐらいにありまして、その頃にすごくどんどん厳しく制度がなっていったわけですよね。でブラジルに例えば逃げちゃって処罰できないとかいう問題が例えば出てきたりだとか、そういう問題があった時期があって、観光庁の方なんかでももう同じような状態になると困るからなるべく入れたくないんだという例えば気持ちがあったりだとかっていうのが、こういう厳しい制度になっていると。だからもう決められた人にはどんどん来てほしいけど、そのルールを破る人だとか長いこと住みたい人だとかには来てほしくないという、その非常に矛盾したような政策になっているところがあるので、外国人に対して一方的に厳しいというだけではないんですけれども、なんか変なことになってますね。はい、他よろしいですか。5分10分なんですけど、でどうすればいいのっていうね、
ところがあると思います。で、ちょっと画面共有 のちょっとスライドをしてほしいんですけど、今その法律、今回の法改正、次ですね、その法改正のことに関して言えば、まあ、今反対の署名活動とかが伊集連さんとかがやってらっしゃるんですよね。まあ、これも署名活動がなんか延期されて4月18日までにだったら署名できるということで、キャンペーンされてるんですけれども、まあ、とりあえずでもこの法律は改正、もうちょっと対案が必要だよというところで反対はしていく必要があるのかなとは思いますが、反対するだけでもっていうのもあったり、対案がどうなってるのかっていうこともまあチェックしなきゃいけないのかもしれないんですが、先生の考えとしてはなんか私たちどうしたらいいんでしょう。まあ、この法案については私もその反対した方がいいんじゃないかなというふうには思います。で、対案がどうなんだっていうのは、要するに対案というのはまず一つは国際社会から指摘されているように、まあ、上限を設けるだとか、あるいはその司法審査を入れて特定の人だけを収容するようにするとか、そこはすごく重要だと思いますね。で、あと中にいる人の処遇というのも改善する必要があると思います。これも拷問禁止委員会かなんかで国連から指摘されていると思いますけれども、そういうことをまず一つやる必要があるんだろうなと思います。で、5年毒になるんじゃないかと、例えば5年も10年も収容されて働かないままいたら日本にそのまま住めちゃうじゃないかっていう人がいますけれども、いや、ただその10年も例えばごねてた人がじゃあその自分の国に戻って生活できると思いますかと、例えば20代の10年を日本に住みたいということで全然働きもせずにずっと頑張ってる人をその追い返して一体どうするんですかっていう問題があるわけで、戻っても10年もごねるほど日本に住みたい人っていうのはやっぱりそれだけの理由があるわけで戻れないわけですよね。西山さんの話にも、ね、後遺症がすごく深刻なんだとおっしゃってましたよね。出た後でもやっぱり1年2年うつ状態になるっていうことをおっしゃってましたね。だから、まあ、なるべくその収容所ではなくて、外で過ごせるようにするっていうことと、生活をちゃんと維持できるというようにすることと、まあ、あと長く日本にいた方はもう帰れないわけですから、どうやって社会に受け入れていくかっていう方向でその法律を考えていく必要があるんじゃないかなというふうに思いますけれども。そうですね。あとその接し方といいますか、なんか結局その政治家もそうですし、まあ、世論を気にするわけで、もう一般的な人たちがその、まあ、不法滞在という言葉が出回る中でのいろんなイメージだったりとか、その受け取り方みたいなところが、まあ、回り回ってすごく影響していくんだろうなとは思うんですね。で、西山さんのちょっと対談といいますか、先ほどの話の中で普通に接してるだけだというふうに最後お話がありましたけど、普通に接するということぐらい難しいことないですね。私たちはやっぱりすごく、まあ、私もたくさん外国の方たちと毎日話してますけれども、まあ、それでもやっぱりいろんな偏見を知らず知らずの間に持ってたりとか、この人本当はどう思ってるのかなとか、実はこうなんじゃないかとか、やっぱりいろんなこう考えが思い浮かんでは消えていくというかっていう繰り返しなわけで、だけどそういったことを、だけど一人一人やっぱり違って、どこまで信用できるか、この人とはどういうふうに付き合うかみたいなことっていうのは、こう体験というか成功体験も含めて、成功体験失敗体験含めながら、こう実際に話をするっていうことなしにはこう判断ができないというっていうところがあると思うので、まあ結局交流が大事かみたいなところに行き着くのもなんか安易な感じもして嫌ですけれども、なんかそのやはりその身近なところで、まずは身近なところで外国の人と気軽にしゃべる、出会えるみたいなところがなんかもっと増えていかないと、そのこういった問題までは本当に遠いなっていうようなこう感覚的な感じがしますね。そうですね、はい。なので、まあ、身近なところでの、ね、出会いの場を、まあ、増やしていこうっていう、なんかありがちなところに落ち着いちゃうのもすいません、どうかと思いますけれども、はい、という気もしたりします。ちょっと次のところ行ってもらうと、まあ、反対活動した後にはですね、ここでは、まあ、そういったその外国の人たちの、まあ、意見を、まあ、聞いていただこうということで、毎週そういったカフェトークということで、ここでオンライン配信もしています。なかなかその外国の人と友達になっても
込み入った話はできなかったりとか、まあ、日本語上手ですねっていうことで終わってしまうっていうこともよくあることかなとは思うんですが、まあ、その方たちのなんかいろんな文化だとか意見っていうものを聞いていくということを、まあ、少しでも発信して、まあ、いろんな文化が身近になったらいいなと。すいません、ちょっと最後は宣伝させていただきましたけれども、そういったことも皆さんも続けてね、行かれていただきたいなというふうに思います。はい、何か最後にお話残しはないですか？どうもありがとうありがとうございます。じゃあ本日は本当にありがとうございました。これで終わりにさせていただきたいと思います。はい、配信も終了した。西山さんの報告書はですね、ちょっと在庫がどれぐらいあるかっていうのは分からないんですけども、もしぜひという方は、私のところのメールアドレスはご存知かと思いますので、ぜひメールをください。はい、西山さんの方にもお伝えしたいと思います。はい、ぜひよろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。